皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで今回もニューデンパニューアナルPG フリーやっていきたいと思います。ということで今日9月12日のレアキャッチにてまたね、無敵がね出ました。ということで早速ねキャッチしたんですけど、はい、勝之さんということで無敵出ました。でレベル上げもしました。でまあ結構ね今無敵いるんですよ。これかな、いるんですよ。何人だろう。まあ、出生できないやつもいるけど、出生できるやつで見ても結構いや、1、2、3、4、5、6、7。あ、これ出生済みだね。まあ、7ぐらい。まあ、8個にもいますね。結構いるんですよ。まあ、こっちには、こっちは、同じか。いるんですよ。で、いてね。じゃあ、いてないんだよって感じだけど、まあ、もう皆さん分かる通り、みんな無敵にしたいという感じですよ。はい。無敵、まだみんな無敵持ってないので、まあ、そうね、なんかバトルでは、だっけ、バトルタワーではね、みんな無敵使えるか分かんないってなるけど、やっぱみんな無敵欲しいじゃないですか。ってことで、今回は、どれだけみんな無敵が本当に低いかっていうのを、まあ、めちゃくちゃ15体とか20体とかいるわけではないんだけど、見せていきたいと思います。はい。ってことは何が言いたいかっていうと、そうです。これを出世、あれ、この電波人間たち、出世させても、みんな無敵、結論言ってしまえばならなかったということにはなってしまうんですけど、じゃあ見ていきましょう。低いよね。まあ無敵無敵なのでこれは確定だよね。確定でね、こんな感じで無敵は引き継ぐんですけど、無敵無理ですはい、みんな無敵ならない。一応見てこうか。全部一応ね、本当できないっていうのをね、できたらびっくりマークつくから、本当にできないっていうのを見せます。これとか結構いいじゃん。なんかオレンジでさ。で、回避ゼロじゃん。なんだけど、みんな無敵にならない。ね。色も単色だしね。悪くはないんだよね。いやー、ならないね。あ、こんなもんかな。一周したかな。ってことで、まあ、無敵非常に確率が低いという感じです。あ、なんか生きてる。確率が低いという感じです。はい。ってことで、まあね、年功序列がね、まあ、消えて、まあ、結構、まあ、ちょっと経ちましたけど、まあ、最近何してるかっていうところもちょっと話していくか、最後に。はい。まあ、無敵でいないのメインとして、最近ね、まあ、ちょっと、最速を集めてますね。一応、最速1、そんないないんだけどね、1、1でしょ ?1、2、これ回復ね、最速2、ちょっと前に捕まえた電波人が最速だった。これ3、3体ぐらい最速いるんですけど、で、出世もね、地味にできるんで、まあ、この電波人間たちをね、うまく使って、最速にしたいってとこで、一応この電波人間が最速になりましたね。この電波人間、レアキャッチで捕まえた電波人間なんですけど、レアキャッチで捕まえて、なんだかんだ最速になりました。はい。回避率1っていうのこれ何なのって思っちゃってるんですけど、なんかさ、回避率今作4とかさ、なんか5とか2とか、なんかその、なんだろう、3、0、3、6、とかじゃなくてさ、これ中途半端の1とかよくわかんない回率があるじゃん。これって何なんですかね。意外と実は知らないですよね。これなんか知ってる方いたらコメント教えてほしい。結構いいですよね。これレアキャッチでキャッチした年配になったらね、うまく組み合わせて、最速ですね。最速かまいたち。そう、作りました。で、最近はそう、最速も集めてるって言ったんですけど、それプラスアルファ、全体アンテナですね。全体攻撃アンテナを作ってます。結構ね、作ってまして、はい、こんな感じで。作ってますよね。山火事とかね。これやっぱりにも出世かな。結構ね、作ってます。全体攻撃なんて、ほら。ほら、作ってしょ。マグニチュードとかもね。3とかね。高波とかね。なので、これでうまく、まあ、バトルタワーに、まあ、一応全体攻撃アンテナも入れるって感じでやっていこうかなと思ってる人いるんで、はい。まあ、バトルタワーももうあと2週間ぐらいで来るのかな、わかんないけどね。まあ、近くなったら、まあ、予想、動くだっけ。まあ、お知らせ来るって言うけどね。まあ、そろそろ来るのかなと思うんで、はい。楽しみですね、非常に。はい。まあ、なんだかんだね、アップデートでね、ちょっと良くなくなって、まあ、人口減っちゃったかもしれないんですけど、まあ、僕はね、このチャンネルで、ネパリゲンね、ガンガンやっていきますんで、はい。まだチャンネル登録してない方で、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、パーティーは一式今んとこ、もう最大です。最大太陽ね、クロタンというね、まあ、復活以外全員 SP がついてるっていう。感じですね。まあ、この電波人間たちでも意外とバトルタワーね、解除されていくっていうのもいいかもしれないけどね。まあ、いろんなパターンでね、バトルタワー来たらやってきます。はい。ってことで、今回はこんな感じで終わります。はい。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。